始まりました、バンダリ TV ライブ。イエーイ。ポッピンパーティーボーカル富山かすみ役のあゆみです。よろしくお願いします。はい、まさかの MC です。そしてゲストはこの方。はい、レーザー水蓮のギターでございます。アニメでは朝日六花役を演じております、小原莉子です。よろしくお願いします。2回目です。イエーイ。はい、はい、ということで、まさかの初登場でまさかの MC ということで、はい、今日は頑張りたいと思います。初 MC どうですか？緊張しますか？初 MC は緊張します。緊張します。はい、私も緊張してます。ロック、あーやばい、もっともっと緊張するから。もう今日もリハからずっとなんかあゆみさんの隣にいるのがもうめっちゃ緊張しちゃってやばいんですけど。嘘だ。本当ですよ。絶対嘘だよ。本当ですよ。顔見るのも緊張する。やばい。ロック、あやばいよ。今日いじられるんですかね、こんな感じで。バンダリ TV ライブ後半戦。イエーイ。あー、元気になったわ。感じましたね。元気になったところで、はい、最初はこのコーナーです。はい、よっじゃよっ、はい、まだ休憩が必要ですね。ごめんなさい、初めてでよくわかんなかった。かわいい、かわいい、そういうところに緊張しちゃいました。はい、いきます。ゆりだりキャラクターピックアップ。イエーイ。はい、バンダリのキャラクターを改めて紹介するコーナーです。今日紹介するのは何かと言いますと、はい、ここからは私が仕切らせていただきます、はい、ということで今日はあゆみさん演じるかすみでお願いしたいと思います。はい、いいですか、いいんですか、初登場なので。ありがとうございます。はい、はい、いつもはですね、こちらはゲストが演じているキャラクターを紹介するんですけれども、あゆみさんはバンドリ TV 初登場、そして私はここ2回目なのでですね、はい、せっかくなのであゆみさんにお願いしたいと思います。はい、はいはい、じゃあかすみのパネルを持って、はい、まず最初にかすみちゃんの自己紹介からお願いします。はい、富山かすみ、花咲川女子学園の2年生ポッピーパーティーのギターボーカルです。アリサとサーヤとリミリンとタエとみんなでキラキラドキドキしたいです。そしてあっちゃんっていう妹がいます。ご飯が好きです。イエーイ。はい、ありがとうございます。わーい、いやかすみちゃんね、かすみちゃんはあれですよね、なんかでもあゆみさん、私かすみちゃんのあゆみさんから見ちゃったので、わう、あのすごいあゆみさんとかすみさんはなんか一緒に見えるんです。共通点ありますか？なんかそうだな、好奇心旺盛なとことか。好奇心旺盛なところ、うん、なんだろう、どんなところですか？うん、リコピンの耳たぶ触ってみたいなとか。待って待って、この時代あ、柔らかい。ジリ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 、プルプル。ここは公共の電波ですよ。こんなことしちゃ、こんなことしちゃダメですよ。例えばこんな感じかな。なるほど、うん、はい、ちょっと私が死んでしまう前にですね、ちょっと進めていきたいと思います。はい、はい、さてこのコーナーでは、うん、ここだけしか見せないキャラを見せていただくことになっているのですが、はい、やべえコーナーとなっております。うん、大丈夫でしょうか、心の準備は。頑張ります。はい、じゃああゆみさんにも挑戦していただきたいと思います。はい、ではですね、ボックスカモン、ありがとうございます。はい、ドン、こちらですね。こちらのくじボックスの中にバンドリではあまり出てこないようなシチュエーションが入っております。あゆみさんにこれを弾いていただき、そのシチュエーションで、うん、かすみさんがどういう こう言動を取るのか演じていただきたいと思います。楽しそうだ。さあ、テーマは何になるのか。ドン。さあ、牢屋からの脱獄。お、なるほど、牢屋からの脱獄をするかすみちゃん。はい、どんなかすみちゃんが見られるのか、ガルパピコとかだとありえそうだよね。あ、かすみポジションを取ったら、うん、じゃあちょっとそういう感じで想像してみて、はい、やってみてください。じゃあいきますよ、うん、1分間演じていただきます。よい、はい、スタート。ガン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 、わー、出してくれ、俺はやってない、無実だ、あー、助けて、感謝さん、私はやってないんです、無実です、どう、ほらギターを弾きますからねえ、歌手さん。かすみ先輩、ロック、
なんですか。いや、何、あなた誰、富山さん、あなたこそ誰ですか。いや、私プロデューサーのチチよ。チチよ、ちょっと待ってよ。誰、誰よあなた。ちょっと待って、かすみちゃんは悪くないの。誰よあなた。かすみちゃんはただランダムスターを持って走っちゃっただけで盗んでないの。チョココロネでも食ってなさい。よし、ひどいよ、リミリオ。あんな扱いするなんてひどいよ。脱獄なんてできないわ、私がいる限りね。ここは花園ランドだ。あれ、おたえ助けて、私はやってないんだ。あれ、かすみどうしたの。あ、何あなた、何あなた、ウサギでも食ってなさい。ひどい。脱獄できなかった。脱獄できなかったですね。脱獄できないルートもあったんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。全然似てなかったですね、ちょっとね。すいません、失礼しました。本当にもう一個やろう。本当失礼しました。もう一個、うん、もう一個いきますか。もう一個やろう。じゃあくじをお願いします。はい、じゃーん。はい、UFO にさらわれる。 UFO にさらわれる。かすみちゃんを、じゃあどんなかすみちゃんを演じていただくんでしょうか、はい、じゃあそれではいきます。1分間です。よーい、スタート。キラキラ光る。ちょっとあんまり見えなかった。見えなかったですね。誰もちょっと、確かにそういう特殊能力持ってるキャラクターいないですしね、うん、こういうことでいいんですか、はい、このコーナーは。こういうことですか。いいと思います。あ、よかったです。何でもありですから、このコーナーは。楽しかったです、ありがとうございます。はい、ということで人形劇風にやってみましたけれども、はい、改めていかがでしたでしょうか。もっとやりたい。もういつでもですか。本当ですか。いつでもやりたい。他にもいろんなシチュエーションがありますので、うん、またちょっとあゆみさんが MC になった時に。あ、めっちゃ巻きの指示が出ておりますね。実はね、めっちゃさっきから巻きが出てたんですけれども。楽しいのにね。はい、ちょっと楽しかったから、よしとしましょう。はい、はい、ということで視聴者の皆さんもかすみさんのことがよく分かったと思います。以上、よりよりキャラクターピックアップでした。大丈夫、まだあと4分ありますから。あと4分ある、はい、じゃあかすみのやつできるんですか。かすみのやつ。あ、いいんですか。はい、かすみの小芝居。かすみと六角ください。あ、私も負け声になる。あ、かすみと六角、六角をください。ください、六角ちゃん、これですね。あとお題もください。あ、これは六角。あ、かすみ、あ、かすみ、行方不明ですね。UFO にさらわれたのかと思った。六角、はい、富山先輩。六角、聞いてよ。どうしたんですか。今日ね、白いご飯ね、はい、3杯しか食べられなかったんだよ。じゃあそんな富山先輩にいいものがありますよ。どうぞ。マカロン。マカロンです。よかったら食べてください。どうぞ。バク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 。美味しいですか。美味しいね。あ、マカロン美味しいよ。よかった。あ、富山先輩、あと3分です。結構あるな。結構あるね。結構いますね。うん、どうしようかな。どうしましょうか。お題引こう。お題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 をください。あと2分。お題を。お題をですね、うん、はい、地球に落ちてくる隕石を止める。うおー、止めるんだ。うー、キラキラドキドキパパー。うわー、こねろー、こねろー。
見てね。はい、あと2分です。2分を持て余してしまいました。持て余しています。ガルパやりたかったですね。ガルパやりたかったです。ガルパやりたかったです。どうですか、え、ガルパの調子は。ガルパの調子はですね、はい、25がギリクリアできるかなってくらい。あ、私も25から結構難しくなるタイプです。難しいよね。26、27は死にますね。もうサビからサビ前にも終わっちゃいますね、うん、そうだね、はい、あと1分わかるわかる。でもそれぞれみんな待機しないとね、はい、そうですね、うん、じゃあアニメキーワもぜひ楽しんで見てください。よろしくお願いします。Woo!